今回は私が主役だ。いいや私だ。何を言う、四天王の私だ。なら私のが主役でいいな。お嬢様が主役に決まってるわ。ああ、ええ、しばらく主役はいいです。だったら代わりに私だ。それじゃあ多数決でマリサなんだからね。おう、そうなのか。はあ、何をどう計算したらマリサになるのさ。だって私のヒーローはマリサだもん。理由はともかくそういうわけだ。代われ。ええ、改めましてメイン実況のマリサだぜ。おい、まだ私は納得してないぞ。もういいって、話が進まないからこれで行こう。しょうがないな。で、今回は何で来てるの。狙撃兵で武器はこんなのだぜ。狙撃兵で来るなんて珍しいね。まだアンロック武器が残ってるからそのためのチョイスだ。早速空から爆弾のプレゼント。しねえ、なんで4人安定だったのに8人に戻ったんですか。あれ、するなよ。前回パート9のコネでリクエストがあったんだからね。ならもううちの動画はこのスタイルを売りにしていきましょう。視聴回数伸びるといいね。白髪コンビだまれ。そろそろ死ね。お前毎度毎度ここへ何しに来てんだ。出てきたー。狙撃兵にあるマジックシチュエーション。狙撃するとは言ってない。狙撃しろ。チャーリーが攻め込まれてますね。マリサのエクセレントな狙撃の腕を見るたい。勝手にハードル上げんでくれるか。何を遠くから様子見してんのさ。とっとと突っ込んで味方の位置づえとなれ。そういう成果ではない。世界地図絵になる前提の成果なんてありません。ぶっちゃべってるうちにチャーリーとられちゃってるじゃない。やはりここは生贄が揃うのうまくしかないな。それまではここからチクチクやってやるで。一発ごとのリローバだから本当にチクチクだね。適正距離で撃てば一発キルもできるらしいからちゃんと狙ってね。お、本当だ。100ダメ入ったぞ。一発で倒せるなんて必要ですね。そんな奴は真っ先に死んでしまえばいいわ。お前マジでさっきから何も実況してないよな。だってマリサの死に玉専門なんだもん。死に玉専門も実況じゃなんて聞いたことねえよ。マリサの死なんてどうでもいいから早くチャーリーに入れ。お前も何気にひどいこと言ってくれるよな。私何か変なこと言った。いえ、何も変なことは言ってないですよ。強いて言うと存在そのものが変だよね。お嬢様、たとえ変なお嬢様でも私はついていきますからね。お前それでフォローしてるつもりなのか。もう一点リサイクラーに投入しちゃうぞ。別ゲーの話はやめてください。分解です。私の大論が分解なんだぞ。なあ、実況しないなら帰ってくんない。視聴者様のリクエストを無理にはなるべくできないよ。というわけでマリサの活躍はまだまだこれからなんだからね。だからハードル上げんなって。さっきちゃんと言ったよな。大丈夫、私のマリサなんだからきっとできるんだからね。お前のマリサ様じゃないからできんわ。私のマリサじゃないのガハ。なんで今ので意識飛ぶんだよ。今度はダフに向かうのね。その前に家の中のやつを攻撃。窓から外に出ただけなのに。どうやら腕はなまっていないようだ。窓の外にいるときは用心しようね。いつマリサに撃たれるか知れないよ。なんで私なんだよ。まだ生き残りがいるみたいだから殴り込もう。物騒だな。マリサ、戦利品の食料は私にくれ。DF にそんな進むはない。お腹すいたとは言わせないので。あ、ここはマリサんちかな。あ、寝た寝た。ははは、マリサんちがこんな良さげな内装なわけないでしょう。今度コウマ館の通路を歩いたときが貴様の最後だ。どうやらクリアのようだね。たくさんお邪魔してたもんね。改めてダフへ向かうぞ。狙撃兵なのにトップしすぎですよ。しかも味方は何をもたもたしているんだ。期待、待った、私は無実だ。そんなわけがない。どう、敵をピストルで射殺した報いを受けた感想は。うるせえ。一度死んだくらいでへこたれるマリサじゃないんだからね。むしろへこたれて隠れながら撃ってるような。マリサ、ピストルは反則だ。ちゃんと狙撃銃で倒せ。うるさいと言っている。なんで倒そうが私の勝手だ。今度はエドワードですね。もらったぜ。両親を気に突っ込む。いや、だから私狙撃兵なんだって。でもトップスなしてくんないと動画的にあれなんだけど。動画云々の前に私が楽しむことが一番大事なんだぜ。で、今いつ入ってるんだから待ってって。その辺か。実況者の心構え的な話は、楽しむなんて当たり前のことじゃない。バカじゃないの。なんで私バカ扱いなんだぜ。今度は戦車に乗ったんだね。やっぱりパワーがないとしっくりこないからな。ズドーン。操縦は私に任せるんだからね。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫、少なくとも死ぬ時は一緒よ。死なないように頑張ろう。そろそろ戦車降りたら。今降りたら危ない気がする。あ、敵戦車です。よく言うんだ、ズドンだぜ。さすがマリサだわ。もはや私を止められる者はいない。マリサはただ大砲撃ってるだけじゃん。うまいのは操縦してくれてる人だわ。いやー、それほどでも。お前に言ったんじゃない。なあ、そろそろ会ってきたからマジで戦車降りてくんない。ねえ、スプレー実況あたりからお姉様の喋り方が乱暴なんだけどどうしたの。実はな、カリスマを取り戻すには喋り方を変えるのが一番だと思ってな。失った自覚あったんだ。取り戻すも何も、最初からそんなものなかったでしょうか。そんなことはないよ。なあ、昨夜、そうだよな。なあ、そうだといいですね。なんで願望みたいな返答なんだよ。とか喋ってる間に戦車降りましたね。なあ、もう完全に実況する気ないよな。
実況、なんだそれ、うまいのか。レミリア何言ってるのか理解してる。マリサ、次行こう次。ここはどこなの。アップルが占領されそうだったから戻ってきた。なんだと、それは一大事ではないか。今すぐ私のリンゴを守れ。お前食べ物と人を会うしかないのか。マリサさん、食べ物じゃありません。あと食べ物ネタは前にもやったからもういいよ。昨夜プリン作って。じゃあ赤マジヒもう何もかんも消えてなくなれ。一緒に敵も消し飛ばすなんてさすがマリサだわ。そうだったかしら。銃弾をこれでもかかよくない外してたぞ。やっぱり私にはこちらの方が合ってる気がするので。また戦車ですよ。もう戦車については実況してきたからいいって。いやむしろ一辺たりとも触れてない気がするんだが。マリサが実況しないからよ。そうだ、マリサのせいだ。やられちまいな。ドゥーリー。なんかフランさんが無理やり壊された感じになってますよ。マリサ、乗り心地はどう。最悪だ。戦車はもういいって。繰り返さんでいいわ。すみません、真面目にやらせますんで、もうしばらくお付き合いよろしくお願いするぞ。私は真面目だぞ。真面目に拒絶してるんだぜ。プリン、うるさい。私だってプリン食べたいんだよ。早くも脱線。真面目にゲームやるのは性に合いませんね。真面目なのはプロに任せときゃいいのよ。私は真面目だと言ってんだろが。私は真面目に応援するんだからね。アリスのせいで死んだ。マリサ、もっと真面目にやりなさい。殺すわよ。お前との話なんも聞いてないんだな。あ、ごめん、死んだとこだったわね。そこじゃねえんだってば。マリサ、バターが取られてるわ。私のバターを返せ。はいはい、取り戻してやるからちょっと待ってろ。あれ、諦めたのか。だって誰も私の言うこと聞いてくれないじゃんかよ。言うこと聞いて欲しければ隊長になることですね。そうそう、そうやって地道に成果を上げていけばいつか隊長になれるって。そんなシステムだっけ。そんなわけないじゃないですか妹様。じゃあどんななのさ。ところでマリサ、あなたアイアン大佐でなんでそんな遠い敵狙ってんの。え、虫なの。てか紙芝居の時から私の扱いひどくない。よし、よくぞ私のバターを取り戻したな。マリサほとんど外してただけだけどね。てか私の質問も虫なの。戦況は刻一刻と変わっていくんだからしょうがないんだからね。あ、ナイスショットマリサー。その後いいとこなく殺された。言わんでいいんだよ。珍しくフレディに来たんですね。味方を一人にするわけにはいかないからな。そこいつ私と差しでやろうってか。いいと強だ。ふん、読めていると。回り込んできたところを口差しにしてやるぜ。なあ、それってなんだろうな。とぉー、この私の突撃を呼ぶ。もちょっと待て、戦車を呼ぶなんて必要だぞ。もうマリサは黒のネズミ。しやるのに。マリサここが本番だからな。アリスなんか言った。フランさん、察してあげてください。私にはちょっと難しいので却下。エドを取り返しなさい。私が来たからには取り返せたも同然だぜ。ちょっと待て。それって突撃なのに突っ込むからそうなる。私は突っ込みたいんだよ。でも味方が制圧してくれたよ。ここで遺体を焼却処分だわ。そんなんされてたまるか。炎の中から蘇るマリサかっこいい。焼けただれたマリサさんなんて見たくありません。 FPS だから大丈夫だよ。そいつは残念。私お前らに悪いことしたか。結局マリサここで何してたの。撃たれて追って焼けただれただけじゃん。ちゃんとピンを置いたぞ。嫌がらせはやめてください。敵がどうなろうが知ったこっちゃないわ。嫌がらせをするマリサもかっこいい。今度はアリスが壊れたようね。元からだろ。エドは制圧できたから今度は楽だね。え、もうエドワードは友達なわけ。急に何言ってんのあんた。と、あと1ダメくらいサービスしてくれてもいいじゃんか。1ダメ残したマリサかっこいい。お前私をバカにしてんのか。エドワードなんて長すぎるよ。だったら ABC とかでいいじゃん。おい、今は私が話してるんだぞ。だったら私のが先だ。1ダメで倒したマリサかっこいい。私も無視か。弾の無駄遣い。マリサさん慈悲はないのですか。ダフに行くんじゃなかったの。マリサまた私のアップルが取られてるぞ。早く取り戻さんかーい。どいつもこいつも目標バラバラで実況になりませんね。フラン、珍しく昨夜がまともそうなこと言ってるぞ。どう答えたらいい。悩み方がおかしいよ姉様。さっき仕掛けたリンで敵倒したマリサかっこいい。トラップなんてひどいことしますよね。目標正々堂々としたトラップはないのか。それトラップになってねえじゃねえか。トラップなんてひどいって言いましたよね。バカにするのも大概にしてください。なーんで私が怒られてんだ。怒られてるマリサかっこいい。こういうのをバカにしてるって言うんだぞ。っていうかただのバカ。また的確なことを。どうするフラン。勝ったぞー。妹様、痛いですよ。この私を差し置いて勝っただと。どうだ、実に8ヶ月ぶりの勝利だぞ。恐れ入ったか。勝利したマリサかっこいい。お前途中からそれしか言ってないよな。何してくれちゃってるんですか。はい、せっかく連敗し続けることを売りにしてたのに。いや、そこまでこだわってるなんて聞いてねえよ。てか負けるなんて嫌じゃん。じゃあ今回のは脳幹ってことで。いやいやいや、そやないぜ。勝ったんだぞ。もっと褒めたたえてくれよ。はん、やなこった。マリサ8ヶ月ぶりの勝利おめでとう。それで私が8ヶ月間負け続けたみたいじゃん。そんなマリサへ私というプレゼントを進呈するんだからねー。誰かー、もっとまともな賞賛の声はないのかー。自分で褒めたたえろって言ったんじゃん。というわけで毎度グダグダだがご視聴ありがとうな。